軽井沢リゾート号は、品野鉄道が、軽井沢駅名高校原駅間を品野鉄道線、新越本線、北品野線経由で運転する、快速列車の愛称である。品野鉄道ではかねてより品野サンライズ号、品野サンセット号で使用してきた169系を、置き換えるため、たびたび新型車両の導入計画を立ててきた。その後2017年には、ライナー列車に加えて、 観光列車でも使用できる車両の導入計画を発表した。2020年7月の新型車両 SR-1 系運行開始という形でようやく本列車の運行が具体化し、これに先行して同年3月のダイヤ改正から設定された。2020年7月4日時点では土休日に2往復が運行されている。このうち1.4号は 軽井沢駅明光高,高原駅間で2.3号は軽井沢駅長野駅間で運行されている。乗車には大人500円、小人250円の指定席料金が必要となる。また、軽食料金1500円を追加することで軽食付けプランを利用することができる。2020年6月28日までは1.4号のみの運行で運賃だけで乗車できた。 停車駅は列車ごとに異なっており、以下の表の通り、すべて品の鉄道所属の電車である。ありがとうございます。